中年オタッキーです。先日はね、新年一発目でね、いきなりゲリラライブ、参加していただきありがとうございました。もうとにかくね、動画を撮る時間がねなくて、自宅でねやってると、自宅にいるときはね、どうしても子供の相手もしなきゃいけないわ、家事はやんなきゃいけないわ、買い物に行かなきゃいけないわってんで、長距離運転手はね、やっぱ一週間に一回しか帰れないっていうのもあってね、自宅のいるときは忙しくなるんですけどね。でようやくね、通常の動画一発目、ちょっと自己渋滞しててね、通過に140分とかがふざけたこと書いてあるんで、もう止まってね、動画を作ってます。今日は、引っかかった。このカメラね、ニコンの F2 ですね、イニシエのフラッグシップ機、でこのフィルムね、富士カラー C200 を使いまして撮影してきました。で、レンズはね、一応今ね、ニコール S オートのね、50mm1.4、日本光学、これ高川様からいただいたレンズですけどもね、今回はそれじゃなくてね、日本光学じゃなくてニコンになったやつ。で、もうメインで撮影してきました。これでもちょっとは撮ってるんですけどね。で、動画スタートしてまいります。はい、このね、ニコン F2 なんですけどもね、以前ライブ中にね、ヤフオクで落札して1万2000円で落札して、まあ、レンズはね、ニコン名のがついて、今日は日本光学名がついてますけど、この辺詳しくない人ね、ここね、このレンズの化粧板にこれ日本光学って書いてあるんですね。同じレンズ、ニコール SO と 50mmF1.4 で、ここが日本光学って書いてあるやつとニコンって書いてあるやつ、どうやら2種類あるみたいなんですね。で、以前の動画ではね、日本光学って書いてあるのがモノコートで、ニコンって書いてあるのがマルチコートのようですっていうふうに説明したんですけど、どうもどちらもね、モノコートみたいです。マルチコートではないみたいですね。で、この時代にね、ニコン F2 が出てきた時代に出てきたキャノンのカメラといえば有名なのが、まあ、キャノン QF1 ですね。キャノン F1 ですね。で、キャノン F1 は、最初はモノコートの 50mmF1.4。ですぐにね、50mmF1.4SSC とか 50mmF1.8SC とか言ってね、コーティングを変えてきて出すんですね。で、キャノンの方がカラーがいいということで、キャノンが結構シェアを伸ばした、ということですね。ただね、じゃあニコンのカラーは悪いの？ってね、逆に言うとね、キャノンに比べてニコンは悪いのか。これ非常に興味があるところで、せっかくね、その、僕 50mm の F1.4SSC も持ってますし、F1.4 の、モノコートも持ってますし、で、このね、日本光学のオールドレンズも持ってるじゃないですか。で、ね、比較しようと思ったんですね。で、今回はとりあえずニコンでどんな絵が撮れたかと、ちょっとコストかかってるんで引っ張りますよ。今回はね、カラーネガで買えと、現像もね、お店でやったんでね、引っ張りますけどね。で、ニコンでどういう絵が撮れたのかっていうのをね、ちょっとね、じっくり見てもらいましょうか。ここからで作例を紹介してまいりますが、ちょっと今日は時間長めですね。はい、作例なんですけどもね、まあ以前ね、F1 でカラー写真撮ってきたのと同じような写真もあります。解像度はやはり、ニコンのね、ちょっとゴミも乗っちゃってますね。すいません、ゴミも乗っちゃってますけど、解像度はやはりニコンのレンズということで、バッチリですね。で、発色の方もね、これ見た感じね、これ悪いですかね。僕はいいと思うんですね。まあ、ただね、これカラーネガなんで、カラーネガはどうしてもその、元々のフィルムに色が乗ってなくて、後から色を乗せるんで、これレンズの発色としてはね、正確に出てない、いわゆる補正が入ってるっていう状態でもあると思うので、まあ、はっきり言えないところではありますけども、カラーで、
からネガで取る限りは、これ全然いいと思いますが、どうですかね。青空の青、芝生の緑、これもうちょっと枯れてますけど、で紅葉の赤ですね、素晴らしい色が出てると思います。まあこの C200 っていうのはややサイドが高く仕上がるらしいんでね、その辺も出てるのかもしれないですけども、少なくともこのニッコール SO と 50mmF1.4、2コン目、の発色はちょっといい感じだと思います。これちょっとね、面白いゴーストがちょっと出てしまいましたけどね、いい色になってると思いますね。まあ夜撮った感じもまあいい感じで、ボケはね、やや2000ボケ、ちょっとうるさいところも見えますけど、まあ、おおむね合格点なんじゃないかな、ボケとしてもね。そんなにひどいうるささではないと思いますし。まあ、発色もね、カラーネガで撮る限りは悪くないんだと思いますが、どうでしょう。で、ここから先はね、日本光学のやつと、そのニコンのやつね。化粧板がね。で、コーティングが違うっていう噂もちょっと聞いたんですけど、モノコート、どちらもモノコートっていうね、噂もありまして、一応取り比べてみました。一応ね。はい。この1枚目がね、ニコン名ですね。新しい方ですか。で、これ2枚目が日本光学名。今カメラについているレンズでの描写です。僕が見たところは、この日本光学名の方がちょっとよく見えますけど、ニコン名の方はね、レンズの状態がベストではないんですね。ちょっとだけね、コーティングとかに痛みが、いわゆるカビ跡が少しあるんですよ。で、この高川様からいただいたね、この、日本光学名の、オートはね、もう完璧なんです。パーフェクトなんですよね。よいしょ。あれ？なんでそれないんだ？よっ。おっとっとっと。これもうね、ほぼパーフェクトですね。見えるかな？見えるかな？よっ。こんな感じなんですけどね。めちゃめちゃいい感じなんですね。で、それでまあ差が出た可能性もないことはないんですけども、ちょっといいように感じますね。でも両方ともね、別にどっちでもいいかなって気もします。で、今回の作例はほぼ F8 で撮りました。で、今ね、ニコンのね、サイトにね、行ったらね、この 50mmF1.4、ニッコール SO と 50mmF1.4 のね、詳しい紹介が書いてありますんでね、第44夜っていうタイトルでね、紹介されてあります。名実ともに標準となった F1.4 レンズということでね。で、まあ、構造とかもね、書いてありましてね、これ、5群7枚になるのかな。で、一応モノコートって書いてあるんですけどね、1972年からはマルチコート化しているということで、もしかしたら、やっぱオート、ニコン名のニッコールオートは、マルチコートなのかもしれませんし、もしかしたらその日本光学名でもマルチコートが存在するのかもしれんし、まあ、その辺はちょっとね、はっきりわからないところではありますけども。でね、このサイトにはね、やっぱりね、背景ボケがあまり美しくないレンズとして有名ということで、紹介されて、おりますね。特に開放付近のボケは結構うるさいみたいで、で周辺部のね、ボケもね、ラグビーボール状になるということですけど、 F4 以上に絞るとかなり改善されるということも、書いてあります。だから今回の作例はね、全部 F8 ぐらいで撮ってるんで、まあそれでね、そこまでひどい背景ボケにならなかったという可能性もありますね。開放付近、基本開放で撮らないんでね、っていうか、フィルムで撮ってると開放にならないことが多いですよね。2000分の1秒ぐらいでは開放にならない。ISO200 でもちょっと苦しい、シャッター速度的にね、これ 1.4 は明るいんでね、なかなか開放にならないということもありますけど、開放で撮ってないんで、まあ詳しくはわからないんですけど、その辺はね、デジタルカメラにマウントアダプターで移植している人の方が詳しいかもしれないですけどね。まあ、描写としては結構いいと思いますし、色も別に悪くないと思うんですよ。全然いいと思います。リバーサルでね、撮ってみたらどうなるかっていうのね、気になるところではありますけどね。この春にリバーサルで撮ってみようかな、この組み合わせで。
まあ、特にねこの日本工学名で、リバーサルで撮ったらどうなのか。まだでも F1 との比較になるとすごいお金がかかるな。現像代だけで3000円、2本だからね。フィルム代もそんで6000円か。結構予算的に厳しいとは思いますが、まあできればこの春のね、桜のあたりでねこいつで撮ってみようかな。まあベルビア100もね一応2本持ってますしね。まあその辺はねちょっと気まぐれに気まぐれになっていくとは思うんですけどね。はい、今日のね何紹介だこれ、移り紹介かな何紹介になるのかちょっとはっきりわかんないんですけど、こんな感じです。いかがだったでしょうか。やっぱねこのまあレンズのね移り映えっていうのは別にねこの F2 じゃなくてもね、他のカメラでもいいわけじゃないですか。これまあ非 AI なんで基本的にはその非 AI 対応のこのニコンのガチャガチャっていうね爪が引っ掛けるところがあるカメラに限られてきますけども、まあ、デジタルカメラのね、ミラーレス機にマウントアダプターで、その、ひっつけて、撮るんだったら別に全然問題ないだろうし、で、このレンズでも、その AI 改造してあるものであれば、ニコン F3 とかね、その新しい世代の AI カメラ、で撮っても全然問題ないとは思いますけど、AI 改造ってね、自分でも改造できることはできる。あ、ヤスリで削ってね、でも綺麗にはならないと思いますけどね。昔はね、ニコンさんが AI 改造って受けてたんですけども、今はもう受けてくれないんで、できるショップを探すか自分で削るかっていう、どっちかにはなるとは思うんですけどね。僕はもうね、基本的に非 AI は非 AI のカメラで使おうかなっていうことで、何もせずにね、何も足さず何も引かずでなんかのコマーシャルでありましたけど、まあ、そんな方はどうでもいいですけど。まあ、こんな感じで撮っておりますね。で、今回はまあこんな感じです。で、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今年一発目になりますね。一発目のトップバッターはガメラさんになりますね。おたきさんこんにちは。視聴者作品に投稿します。タイトルは道。道インパクトになるのかなこれ。撮影機材キャノネット初代後期型、ISO400 のフィルムまで対応してるやつですね。使用フィルムがイルフォード XR2 ISO400、大阪千日前の道具屋筋入り口です。道具の頭文字もあれば職人としての道、個々人の人生の道、道の文字にいろんな意味を感じますということですね。で、写真は縦構図なんですけどもね、もうこの写真はね見ていただければわかりますけど、これ開放で撮られてると思う、ほぼ開放ぐらいで撮られてると思うんですけども、非常にシャープに撮られていますね。粒子が粗いんでほんのちょっぴりアンダーなんでしょうけど、まあ問題ない範囲で撮られております。でね、やっぱこのレンズね、キャノネット初代のねレンズ、本当にヘみたいなレンズになってるんですけど、非常に写りがいいと思いますね。はい、作品としてもちょっと縦構図ではありますが、いい作品、インパクトのある写真だと思います。ガメラさんありがとうございます。次がね、これはヨッシーさんですね。作品が今回は2枚なのかな。で、1枚目が手厚い信仰、2枚目がね、雨でなく滝なのかな。でね、カメラがニコン F501、AF ニッコール 3570F3.3 から4.5。僕はよく褒めているレンズですね。コダックのゴールド200で撮られています。山形県の羽黒山に行ってきました。天候は雪が降った後の曇り。1枚目は五重塔の近くのお地蔵様、2枚目は神社の裏にある滝を、お社の軒先から見上げて撮影したものです。神様に皆すべての健康も祈ってきました。どうぞよろしくお願いしますということですけど、作品なんですけどもね、これコダック、まあ、どうしてもね、コダックゴールド200とはいえ、その光がない状況で色はあんまり出てないんですね。
で、これ見ていれば分かると思いますけど、ボケ非常にね、自然なんですよね。ズームレンズとしては非常に優秀なレンズだと思いますね。で、2枚目なんですけどね、これ、お社の軒先から撮ったから、これ上が切れちゃってるのかな。滝の様子はね、非常にいい感じで、寒々しい感じに撮られておりますね。しぶきも非常に出ておりますね。はい、ヨッシーさん、ありがとうございます。次がね、一都市九さんの作品で2枚。1枚目がタイトル、積雪。2枚目が着雪ですね。カメラはニコン FM3A。AI ニッコール 50mmF1.4S。アルファ APX100 で撮られております。で、作品なんですけども、どうしてもね、雪の日はやっぱね、光がない時が多い、このような写真になると思うんですけど、まあ、こう、雪の写真なんで、これはこれでいいのかなと、光があったら最高ではありますけどね、白黒、モノクロ写真でね、雪の景色、非常にね、味がある作品になっておりますね。APX100 の現像も、まあ、いい感じなのかな。うん、流浄感もそんなに目立たなくていい感じの現像になっておりますね。ほんのちょっと流浄感あるけど、まあ、100だったらこんなものかな。はい、一都市さんありがとうございます。次がね、時神さんの作品で1枚ですね。先日の動画で取り上げていただいたジャンカメラのオリンパス35を、リバーサルフィルムで撮影してみたらって私が言ったのでね、ベルビア100で撮影してきましたということですね。タイトルはね、ベルビアで撮ってみたんですね。で、作品なんですけどもね、これ日光がね、非常に当たってくる松の枝ですね。松の枝の発色、緑が非常にいい感じで発色しております。ベルビアね、緑はね、そこまで得意な被写体ではないんですけどもね、まあ悪くない写真になっておりますね。で、このフィルムは難しいですね。気を使いましたというのは全く嘘で、露出データは AE カメラで測ったものをそのまま入れてバシバシ写しました。さすがに出来上がりに不安がありましたが、現像に出した店のカメラの北村店員さんに精度がちゃんと出ていて綺麗に撮れてますと言われ、安心しました、ね。ただね、スキャナーがね、北村で頼むと納期が1ヶ月以上と言われたので諦めて、浅沼紹介線の安いスキャナーで自分でスキャンしましたということです。そんなにかかるのかな？もしかしたらフロンティアのないお店だったのかもしれないですけどね。はい、とっかみさんありがとうございます。最近ね、もうフィルムのね、写真が衰退していって、その、お店にね、ラボマシンが置いてない、スキャナーも置いてない場合もあるんで、そしたらもう、ラボに出してね、集積ラボに出して全部になってしまうんで、そういうのはあるかもしれないですね。でね、次が、のりかずさんの、作品の2枚ですね。初めてハーフカメラを手に入れました。オリンパスペン EED です。ただレンズに吹き傷がたくさんついていたので、果たしてまともに撮れるかと半信半疑で撮影。1枚目のタイトルが、フックライローかな。で、2枚目がね、花蝶図ですね。フィルムはね、カラープラス、コダックカラープラス200で撮られております。で、2枚ともにね、光はそんなにない感じなんですけどもね。これね、とてもハーフカメラとは思えない、非常にシャープな写真になっておりますね。ピントはほんのちょっぴり1枚目は後ピンかな。で、2枚目のね、花蝶図もね、非常にこれ印象的な写真になっておりますが、ピント的には真ん中で合ってるのか、これは合ってるのかな。これ非常にいい写りになってます。色もしっかり出ておりますね。光があればね、最高だったんですけどもね、まあそこはもうしょうがないところではありますかね。はい、のりかずさんありがとうございます。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。もうちょっと待機者出ておりますんで、しばらくお待ちください。で、ここからはね、ちょっと俺のカメラのコーナー今回はなかったみたいですね。やったがやっちまったのコーナーに行きます。すんません。俺のカメラありました。最近これ多いな。見落としてた。ギリギリセーフって感じですね。これ、初投稿ですね。マヨイセンさんの俺のカメラですね。はじめまして、マヨイセンと申します。いつも楽しく YouTube を拝見させていただいております。この度、俺のカメラのコーナーに投稿させていただきます。最近俺のカメラになったのですが、証拠として使う気に、ん
になれません。ね、写真屋に現像に出すとタダでカメラがもう一台もらえた時代があったとおっしゃってたのを、さすがにないだろうと疑っていましたが、これではっきりしました。疑ってしまい申し訳ございませんでした。これからも動画楽しみにしていますということなんですけどね、これね、これはいわゆる、映るんですの類の、これオリジナルですかね、映るんですにこれ皮をかぶせてあるだけなのか、翔ちゃんの写真屋さんっていう、これ110円、これハードオフでも期限切れのやつですけどもね、2枚目の写真を見たらわかるんですけど、裏側にね書いてあるんですね、このカメラの現像は翔ちゃんの写真屋さんでできます、さらに現像時にこのカメラをもう一台無料進呈、というわけでね、このカメラを取り切って現像に出したらもう一台もらえるという、これ無限ループ、昔はねできたんですね。僕もね結構言ってるじゃないですか、現像に出したらフィルムねもらえるっていう無限ループができたっていうね、しかもねプリントが1枚1円だったりとかねしたんですよね。昔はね本当にフィルムカメラ、フィルム写真安くできたんですよね。本当にねもうデジタルカメラなんか全部なくなってね昔に戻してほしいです。そんなわけで今日の俺のカメラはここまで、ここからはね、さっきも言いましたけどやったやっちまったのコーナーになります。はい、やったーやっちまったのコーナー、今日は郁夫さんの初のやったーやっちまったに投稿ですね。でね、やっちまったーですね、アサヒペンタックス S2 ヤフオクで2000円で買いました。出品者さん、シャッターが切れる時と切れない時があるという説明でしたが、じっくり観察すると布膜横走りフォーカルプレーンシャッターのリボンが切れています。オタッキーさんチャンネルでよく出る、分賃決定、ちなみにプロに修理依頼すると2万円ぐらいするようですってことで、そんなもんです。2万円だったら安い方かもしれないです。裏蓋を開けて向こうが見える。巻き上げれば動かす。もう巻き上がっちゃってるんですね、これね。で、もうシャッターが巻き上がってるけど、後幕がついてこない状態で止まってるということですね。残念。でもこれはね、ちょっと出品者がちょっとおかしいですね。まあ輸送中にもしかしたら切れたのかもしんないんで、イチャモンをね、宅急便屋さんとかにイチャモンをつける。まあまあこれはね、あんまりおすすめできない。あまりおすすめできないですけどね。はい、今日のね、動画はね、こんな感じになります。もうちょっとね、本当にね、バタバタ忙しくて、なかなか動画作れずにいますし、ちょっとネタもね、今ね、あまりにも忙しくてネタができない状況になってますけどね。まあ次回の動画は一応ね、このね、ニコン、普通で撮った写真とね、キャノン F1 で撮った写真を比較していく動画になると思うんですけど、なんとね、キャノン F1 を家に置いてきたんでね、すぐに動画ちょっと作れない状況。まあ、なしでもいいかなと思いますけど、まあ、一応ね、やっぱね、物があった方が映える動画になると思うんでね、まあ、いつになるかちょっとわかんないような状況です。はい、今日の動画は、まあ、ここまでなんですけどね、チャンネル登録のね、まあ、結構いい感じで増えておりますが、まだまだチャンネル登録増やそうと思いますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価、コメントのね、コメントはだいたい今追いついてるんだっけ、ちょっとチェックしてないんでわかんない。コメントはね、基本的には全部コメントの返信していこうと思ってます。まあ、見落としたりすることを除けばですね。でね、コメントの方どしどしお願いしますね。あと、高評価はね、もうポチッと押すだけなんで、今すぐにでもね、高評価をしてください。どうもね、最後まで見たときありがとうございました。ここからはね、ちょっとしょうもないことでもね、まあ、愚痴も入りますけどね、まあ、聞き逃していただいて結構ですが、まあ、最近ね、その、息子の家庭教師をね、やってるってね、ツイッターでね、よく言ってるんですけどもね、もう本当にね、もう息子の勉強ができなくて、私勉強はね、そこそこにできたんですよ。福岡にね、住んでる子に高校入試で、高校入試はね、福岡の高校入試は、40点満点、1教科40点満点で200点満点なんですけど、僕の高校入試のね、自己採点はね、169点から171点ぐらい。だいたいざっくりね、430点弱ぐらいを取れたんですね。100点満点にすると
で、まあそういうこともあってね、息子にね、勉強を教えてるんですけど、息子に勉強を教えるとね、そのカメラのネタのね、編集とか、現像とかスキャニングに影響が出るんですね。この先どうしようかなと思っててね、ちょっと大変になってくる。動画の放送もひょっとしたら減るかもしれないんですけどもね、まあできるだけね、動画の放送を減らさないようにね、もうコロナでね、とうとう東京都1都3県だったっけ、緊急事態宣言がどうやら発令されるという流れになってきておりまして、まあお家でね、過ごす機会も増えるということになってくるので、動画をね、できるだけたくさん、出していこうと思っています。で、コロナネタなんですけどもね、最近ね、ここからはね、もうちょっとデマと言っても過言じゃないような感じなんで、今度完全に憶測になるんでね、本当に聞き流してもらってもいいんですけど、最近よくね、コロナの感染拡大は嘘だって話をね、よく聞くようになりましたし、実際にね、僕の、この動画のコメントにも入ってきてますよね。感染拡大は嘘だと。で、僕は嘘だと思ってないんですね。なぜかっていうと、儲かる人がいないんですよ。嘘をついても儲かる人がない。製薬会社が儲かるじゃないかっていう人は多分いると思いますが、儲かってないです。あのね、僕は医薬品を輸送してるんでよくわかるんですけどね。今ね、医薬品の輸送減ってます。それもかなり減ってます。ツイッターでも、動画でも言ったかな。去年のね、その年末首都公開減ったんですよ。荷物がなかったんですね。で、コロナ感染爆発、今感染爆発に近い状況だと思うんですね、数字的にはね。で、この状況でね、医薬品の輸送がなぜ減ってるのって。まあ、減ってはないですよ。普通なんですけどね。この時期普通はね、インフルエンザが流行して、電話がかかってきた。ちょっと電話は無視します。インフルエンザが流行してね、通常は医薬品の輸送って増えるんですよ。で、医薬品の輸送増えるんですけど、増えないんですね。なぜかって言ったらインフルエンザが流行ってないんですよ。これどういうことかというと、コロナもインフルエンザも感染症なんですね。で、コロナの方が感染力は強いんですね。インフルエンザはね、例えばハンドルにね、インフルエンザのウイルスがついても2時間ぐらいで消滅するって聞いたことありますけど、コロナはね、この時期だと15時間ぐらい残るらしいです。強いんですね。だから感染力が強いんですね。で、まあ感染症にみんな気をつけてるじゃないですか。マスクつけたり手洗いしたり。するとね、その感染力が比較的コロナより弱いインフルエンザは流行らないんですね。で、現実にね、今の時期大体ね、僕らね、インフルエンザ試薬っていうのを大量に輸送するんですよ。もうね、運んでも運びきれないぐらいインフルエンザ試薬を輸送するんですけど、今年全然それがないんですね。インフルエンザ試薬が、まあ、ゼロではないですけど、ほとんど動いてないんですね。で、コロナのね、COVID-19 の、試薬はね、一応運んでるんですけども、そのインフルエンザ試薬の、その去年のインフルエンザ試薬のね、輸送量に比べたらもう全然減みたいな数字なんですよ。で、じゃあ今年の春、去年の春か、もう去年の春だったんだ。去年の春ね、医薬品の輸送ね、爆発したんですけど、その時はなんで爆発したかって言ったらね、普通の病気の上にコロナが乗っかってきたんです。コロナの感染が。だからね、両方ともね、必要だったんで、爆発的に増えたんですけど、今インフルエンザがないんで減ってるんですね。つまりね、製薬会社は儲かってないです。で、ワクチンを製造してる会社が儲かってるだろっていう話になってくるんですけど、今ワクチンをね、製造してる会社は、まあ有名なのがファイザーとかモデルナだったっけ、その辺なんですけど、その辺の会社もね、インフルエンザ試薬とか、ね、インフルエンザワクチンとか、インフルエンザの治療薬とか絶対売ってるはずなんですよ。で、インフルエンザ全世界的に多分流行らないと思うんですね。感染みんな気をつけるんで。ということはね、このモデルナとかファイザーとかも多分儲からないと思うんですね。ということはね、コロナが流行ってるって嘘をついても儲かる会社がないんですよ。嘘をつく必要がないっていうわけなんですね。そんなんで、まあ多分ですよ。多分ですけど、コロナが、感染拡大してるのは嘘だっていうのは多分違うと思います。まあこれね、ちょっと違ったら本当にごめんなさいですけど。というわけで多分ね、コロナは感染拡大してます。僕の予想はね。これ、もう、デマになるかもしれないですけど。まあ、多分感染拡大してると思います。で、感染拡大して、まあ、非常事態宣言になっていくとね、景気もまた凹んでいくし、まあ、難しい時代になっていくんですけどもね。まあ、僕
の場合はね、とにかく僕ができることといえばもう動画を作って流すしかないんですね。もう何ができるわけでも、僕はコロナ治せませんし、予防もできないんで、ね、そんなわけでね、頑張って動画を作って、皆さんね、ステイホームにね、ちょっとでもね、プラスになればと思ってます。で、僕が頑張ればね、多分中古カメラは売れるだろうから。ヤフオクにカメラを出してる人は多分儲かるんじゃないかなと。景気にもちょっとプラス。まあそんなことどうでもいいんですけどもね、ちょっともう本当にね、コロナ勘弁してほしいです。コロナのね、感染が収束するとね、もうね、地方、あっちこっちにいてね、イベントをしたい気満々でいるんですよ。最初、この間も言いましたけどね、岡山とかね、関西でやりたい。岡山と関西っていう理由はなぜかって言ったら、四国から行きやすいからですね。瀬戸大橋と明石海峡大橋があるんで。で、岡山でやりやすいのと関西でやりやすいっていうのはそういうあれがあるんですけども、東京でもぜひやりたいと思います。東京でやるときは多分ね、こんな感じで時間がないんで、まあ、土曜日のね、早上がりの日があったらね、土曜日仕事が終わったらその足で、新神戸までビューンって車で行って新幹線乗っかって、で、新幹線で東京に行ったら多分ね、夕方4時ぐらいには東京に着くんで、それからみんなと合流して話したりね、酒飲んだりしてね。ほんで、まあ、終電まではいかないけど、一番最後の新幹線ぐらいで関西に帰りゃ、家の用事もできますから、まあね、そういう感じでね、コロナが収束したら、あちこちにみんなに会いに行こうと思ってます。会って話がしたいんでね、とにかくもうね、視聴者参加型の、動画をね、ちょっと目指してます。みんなとね、そのコミュニケーションをとってね、みんなで楽しくフィルム写真を盛り上げたいと思ってますんで、皆さんもね、今のところはね、とにかく我慢して、感染を拡大させないこと、もしかしたらね、感染は嘘かもしれないですけど、ネットで言われてるように、もしかしたら嘘かもしれないですけどね。まあでも、用心するに越したことはないです。実際にね、僕の身の回りでももう実はコロナ患者出てます。四国ではいないんですけど、多分完全に会社名とか状況は伏せますけどね、関東の、関連会社の事務員さんでコロナが出たりしてます。大騒ぎになってましたよね。事務室とかね、めちゃめちゃ消毒したりね、誰かは教えてくれなかったんですけども、リフトマンがね、コロナ、事務員でコロナ出たんだってとか言って、騒いでたのがありましたし、もうコロナがね、完全に出てないっていうのはね、もう絶対にないです。コロナ出てます。志村けんさんも死にましたしね。まあそんなわけでね、もう皆さん、注意するに越したことはないんで、本当にね、もう、用心を重ねて、コロナに感染しないように、で感染、もしね、された方はね、本当治療に専念してくださいと、いうことになりますかね。まあこんな感じでちょっとね、後付けが長くなりましたが、今日の動画はこんな感じになります。それでは、最後まで見ていただき本当にありがとうございました。最後のやつはね聞き流していただいて結構です。もしかしたらデマかもしれないんでね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。